エドポップ。はい、ということで今日はミニサスの皆さんがファンクラブのイベントでパフォーマンスをしてくれました。ありがとうございました。皆さんこんにちは、こんばんは、HM ライブです。今日はファイブセカンドオブサマーのファンクラブイベントでミニソスがなんと本家ファイブソスの前でパフォーマンスしてきた様子をお届けします。They're very small. They're much smaller than us. Small and mighty. They are small and mighty, and they wear black jeans as well. Mini sauce. Mini sauce. Where are they? Yeah. ファイブソスのメンバーマイケルの紹介でミニソスがついに登場です。Yes, it is mini versions of us. What's going on, fellas? Here we have a eight.ミニソスの皆さん、お客様にじゃあちょっとご挨拶していただいてもいいですか。僕たちミニソスです。ポーズバッチリ決まりました。 Yeah, this is incredible. Gets me every time. ありがとうございます。せっかくなんでね、やばいでしょ。ポーズもちゃんとあるからね。We need to do that. We really need to do that. 欲しくだけになりそう。えいえいおーですって。でもファイブソスのみんなもすごい親みたいな見守り方なので、じゃあせっかくですから準備をお願いします。一緒に手伝います。 This one yours? You want the blue one? はい。You got the little blue guy. 見てて。お父さんのように。Let me figure out. Hold on. お父さんのようにこう手伝ってもらうのを見ましょう。ほら、見てこのペア感。もうバッチリじゃん。そしてここでリリース情報です。ファイブソスの来日を記念して、サウンズグッドフィールズグッドデラックスエディションが現在発売されております。まだゲットされてない方はぜひこの機会にチェックしてみてください。じゃあメンバーの方々この辺に。 Could you stand here behind the ampsBehind the amps. Right, yeah. Just like that. Yes. もう考えてね、自分で写真撮って欲しくだけになるっていうね。それでは準備もできたようなので、かっこいいよ。いきましょう。ミニソスで She's kind of high! さあ、ミニソス見せつけちゃって、頑張れ。さあ、始まりました。滑り出しはいい感じですよ。ルークめっちゃ笑ってますね。足とも笑ってます。カラムなんかひたすら撮ってますから、もうほんとお父さんみたいな状況になってますけれどもね。いいですよ。もう心くん見て、マイクまた掴んで、これかっこいい。もう、なりきってますよね。完全に表情が。もう前回よりね、上達していますね。前回もミニソスのミュージックビデオの様子とかも、イベントの出た様子も私アップしてありますので、リンク貼っておきますね。動画ね。ミリコさん、アシュトンがこれ。撮ってますね。撮っちゃうよね。あ、来ました。早くてサビここ大事。はい、いいですよ。このギターベースを書き鳴らすとこのポーズ。ルークも大興奮。見てマイケルも、あ、見てこれって感じです。いいね、信じられない、かわいい。もうドラムのスティックさばきも板についてきちゃって素晴らしいですね。はい、ここ見せどころ来ました。メンバー盛り上がっております。イエスって感じ。ルークイエスって感じ。いやー、ここ頑張って練習したんだよね。素晴らしいです。いいね、いいね。いいぞ、いいぞ。イエス。うわ、決まりました。最後来ました。バッチリミニソスにお見らっしゃー。カラム写真撮りまくりだったしねえ、もう運動会の時の親レベルの
動き回って最高のアングルをみたいなやってましたが、かっこよかったな。ハイタッチ、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 わーわーもうみんなでハイタッチ。じゃあ改めてミニソスのパフォーマンスどうだったか本家の皆さんに聞いてみましょうか。I thought that was incredible. That was the best thing I've ever seen. Better than us. These guys are really selling out the Budokan. Look at you guys selling out the Budokan. Look at you guys. すごい、最高だったと思いますし、多分自分たちのこの武道カレーラがライブやったら武道館速乾なんじゃないかなっていうぐらい最高だった。確かに。ミソソでした。楽しかった。アシト役の淳之介くんです。張り切って頑張りました。うん、ルーク役のココロくんです。頑張りました。ファイブサクアンドオブサマーさんと会えてとっても嬉しかったです。また会いたいです。カラム役のゆうきくんです。しましたけどファイブサスさんたちに会えてとても嬉しかったです。あと間違えそうで恥ずかしかったです。マイケル役のルカナくんです。ファイブサクアンドオブサマーさんと隣で不安だったけど不安じゃなくなりました。お疲れ様でした。緊張したよね。この後本人たちと写真も撮りました。ツイッターにも載せてくれたんですよ。いい笑顔だな。はい、ということで今日はミニソスの皆さんがファンクラブのイベントでパフォーマンスをしてくれました。ありがとうございました。イエーイ。じゃあ皆さん今日の感想を教えてくれますか。ファイブソスさんと同じ舞台に立てて、うん、嬉しかった。今日は夢みたいに嬉しかったです。あ、そうだ、ね、僕の夢はアイドルになることで、うん、今日はお客さんの前で歌うのがとても楽しかったです。あ、よかったね。とっても最高だったよ。お疲れ様でした。どうでしたか。今日はファイブソスさんたちに会えてとても嬉しかったです、うん、今日までスベースの練習をいっぱい頑張ってきてよかったと思います、うんうん、僕もファイブソスさんたちみたいなかっこいい大人になりたいです、うん、わー、最高。ありがとうございます。ファイブソスさんのアシトンアービーさんの似顔絵を描いて、うん、渡したあのアシトンさんに渡しました。すごい。その絵がこちら、なんとアシトンがツイッターにもアップしてくれました。よかったね、上手だ。それで、うん、アシトンさんが喜んでたので、うん、12時まで描いた絵があるかな。12時まで描いたの、頑張ったんだね。ココロくんどうでしたか。僕はファイブソスさんと一緒にお会いできたことと隣で歌えたことがすごく楽しかったです。ファイブソスさんみたいに、うん、上手になりたいです。歌とか。ああ、そうなんだ。歌とかやっぱ好きなの。はい、大好きです。あ、すごい。みんな今日って英語さ歌えてたよね、はい、びっくりしちゃった。すっごい、またあの後たくさん練習したんだね。はい、すごい。あのですね、皆さんミニソスのバージョンのシーザーカインドホットのミュージックビデオも公開されていますので、ぜひチェックしてみてください。チェックしてチェックしてね。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。